はい、フェマールサブチャンネルです。虫が多い、こちら、足谷砲台跡の中入ったのをメインチャンネル出しましたけども、この周りだよね。この周りもなんかあるんだと思うんですよ。で、このこいつですよ、このトイレが、どうなんじゃろうな。でもレンガからするとなんか当時物っぽいんだよね。で、この上物自体はおそらくまあ変えたんやと思うんですけど、基本的なものっていうのは当時物じゃなかろうかなと思って、まあ、トイレのその当時の先週のトイレかわからんけど、そのベースを見てみたいと思います。おそらくだけど、当時物やと思うんですよ。この建物は別としてね、周り見てみようか。また雲が多いんだ。なんかまあ後で中見ますけど、これ昔はここに垂れ流しちゃったんじゃないかなと思うんですよね、これ。おそらく、あ、そうだよ、これ、ここ上物は多分後から作ったんだと思う。これ、これがおそらくここに普通に垂れ流しというか大便を普通に置いてたんじゃないかな、ボトンボトンと。で、ここは広い空間、今の現在の上物っていうのはこうなってますけども、だからまあ後で中見てわかるわ。さっき中見てみるか。だからここから汲み取ってたんじゃないかなと思うんですよね。そうなんですよ、トイレどうしてたんかなと思って僕は思ってたんで。もう雲がひどい、ごめんな、申し訳ないけど、雲ちゃん今日何曜日だ。って雲がひどい、なんか若干臭い、分かんないのかな。開くと思うんだけどな、これ鍵はかかってないんで、こっち手前引きか。はい、ちょっと魔法の杖使おう。ごめんなさいね、くもちゃん、ごめんね、申し訳ない。魔法の杖最強。くももね、これ頑張って作ってんだよ、これ。まあこの上物は正直後から後年使えたものだと思うんですけど、なんかこうなってんだよ。でもこの便器はどうじゃろうね。後からのもんじゃないかなと思うんですけど。で、汲み取りの、間違えろと。汲み取り用のね、小便器もあるわ。これ、小指尺とかありますよね、これね。多分これは後年作られたもんやと思うんですけど、おそらくね。すごいな。はい、ありがとうございます。後年作られまして、でこっちもねあるんだよね。これこれはなんだ、どういう、これが小便器かな。これ、これはなんだ。謎が深まるな。まあ基本、まあオープンエアなトイレやったと思うんですけど。ここにもなんか遺構がある。なんで結構でっかい。やっぱトイレの数多いね。やっぱ人がいっぱいいたんでしょう。やっぱこうなると。と思うんですよね。でここ川屋だと思うんですよね。これは何だろう、手洗いかね。両側にあるんだ。
結構でかいトイレだったんですね。うわこれトゲすげえ、やべえ、握るとこあった、危ない危ない、めっちゃ皮膚下まで刺さるトゲでした。はい、でここなんか両側、あ、そういうことか、すげえトゲやな、マジトイレの主やな。あー分かったぞ、でも結構あったってことやね、あの大便器大便器小便器のゾーン、大便器大便器小便器のゾーンやと思うんですよ多分、おそらくね。で両側にこことここがあったってことじゃないですか。でこの建物はこの一部を使ったわけで、だから大便器でいうと 1,2,3,4,5,6,7 個ぐらいか、で小便器がまあこの範囲内ここら辺ですよね。結構まあまあ大きいトイレやったってことですよね。あれだ、まあだからそう考えると結構人がねいっぱいいらっしゃったんやと思います。あ、だから当時ものやと思いますよこの下に関しては。ここに桶でも置いてたのか、桶でも置いてたんでしょうね、垂れ流しではめったって感じにも見えないんで。だからまあそこからうわーうんこうんことか言ってガーってここへ書き込んだんだと思います。で多分これはなんか手洗いかなんかの受け皿じゃないかなと僕は思います。はい、がまあ結局戦時中のこのトイレ事情じゃなかろうかと思います。でこっから先はまあ仕打ちというか、まあ、入ってはいけなさそうなんで行きませんけども、でもこれ林道だったんじゃないか、これ道やったんかもしれんね、もしかすると。でこの先にも何らかの戦績あるんかもしれませんけど、まあ今回はこれまでってことで。トイレお風呂とかどうしてたんだろう。じゃあ水浴びか、ワイルドだね。はい、ということでまあサブチャンネルやと思いますんでよろしくお願いします。お食事中の方はごめんなさいでした。はい、そういうことでありがとうございました。バイバイ。